ヒゲだるまで、ヒゲだるまです。はい、ということで本日は、はい、裏方企画。今回は裏方企画ということで、うん、僕たちはね、はい、急に本日花見をしますと。はいはいはい、で、それぞれ2人はヒゲチーム、だるまチームに分かれて、5個だけ、はい、何かを買ってきてくださいと、はいはい、花見に必要なもの。花見グッズね。ということでね、まずは僕らの花見した準備へ、どうぞ。はい、ということで、買い物してきました。はい。今まだね、お互い何を買ってきたかわかんないけど、じゃあまずどっちからいきます？じゃあまあまあまあ、はい、一発目一個いこうかな。花見と言ったら、はい、まあ、これは確実に必要でしょうというものがあります。まあそれは僕もあります、うん、はい、まずこれね、レジャーシートあーなるほどなるほど、まあ確かにそれは絶対必要、絶対必要だよな、これは絶対必要、はい、どっちかが買ってこなかったらここに座ることになるよね。あ、そうです、そうです、うん、それは必需品の一つでは、はいはいはい、はい、じゃあ次僕の番ですね、はい、はい、ということで、はい、どれどれどれ僕も、簡単に取れたよ。花見といえばお、これ絶対必要でしょ、自分買ってきました。何ですか？こちらです。じゃあなレジャーシートそれはそうなるわ。でも待って、ちっちゃない？これあの2、3人用だから1畳1畳これ6畳、うん、だよね、これクソでかいでも確かに、まあ、でかい方がいいわ。じゃあこれあやめえやめえやめえ、後で拾いますよ。じゃあ2個目いきます。2個目いきますか。花見でただくっちゃべってるだけじゃつまんないから、はい、運動しようよ。おお、どんどんパドルセット。おお、いいね。でこれ、あの本当はバミトントンとかいいかなとか思ったんだけど、はい、人がめっちゃいると思ってたの。ああなるほどね。そうそう、まあ、確かに言ったらあっちの方には人がたっぷりだから。あ、そうなんです。あのこの桜全然バケじゃないんですけどあのあっち桜いっぱいあるんですけど、人多すぎてそう邪魔になるかなっていうので、はい、こっち行きました。はい、スポーツ系1個でございます。いい、ね、じゃあ僕もスポーツ系1個買ってきた。あれ、はい、マジでパドミット。おい、そっちの方が強いやないかい。外が気にしてなかった。おい、気にせえ、本気でやりたいなっていう。あ、じゃあこれがいらないね。いや結構考えることが同じ。まあまあここら辺からどんどん分かれてくるんじゃない。はいはいはい。じゃあ3つ目、3つ目、はい、はい、僕はこれを一番楽しみにしてました。はい、ベベン、お酒。あ、酒飲むつもりできた。そうだよ、一番最初にビールが飲みたいと思いました。まあでも花見といえば、まあ、酒だからね。そうでしょ。じゃあ僕の3つ目、はい、こちらです。ケンタッキーフライドチキン。これは熱い。これはお腹いい感じに満たされるでしょ。あ、それはベリータイト。はい、酒にケンタッキーなんて最高じゃん。最高だね。あの飯がなかったらさすがにまずいかなと思って、はい、次4つ目か。4つ目やね。もういきますか、4つ目、はい、僕の4つ目はあれ、僕の愛情がこもったワイサイ弁当。マジでバーバーン。弁当作ってきた。弁当作ってきました。世界の誰かが顔を歪めるくらいなら俺が変顔しようでおなじみキンダルムです。よし、お弁当を作っていきます。おう、フライパンか。1個目はね、このお弁当の肝、僕が昔ねマミーにいっぱい作ってもらいました。肉巻きおにぎり、これ正解でしょ、大正解でしょ。あとは5つ目なんですけど、多分花見の最中に絶対に必要になるだろうっていうのが買ってきたんで、まあ、それはねそのタイミングで、ね、出そうと思います。愛妻弁当と言いつつちょっとね時間がないんでね、冷凍の食材ではあるんですけど、やっていきましょう。1商品目、唐揚げ2つ目、ミニハンバーグで、お弁当に入ってたら最高商品、これがこの世のお弁当ランキング1位を絶対に飾るであろうもの、はい、エビとチーズのグラタン占いカップ、これが入ってるだけでどんだけテンション上がったことか。そしてこれは子供の気持ちを思い出そう、それかアンパンマンポテト見てねえの。この4つと肉巻きおにぎりいきます。はい、4ぐらい欲しいな。はい、だやってみたらいけるみたいな、もう適当でいいよな、5分ぐらいやっていけんじゃない、とりあえず。はい、まな板の上にラップを広げ、4分の1のご飯を乗せ、俵型に握り、4分の1量の豚バラ肉を全体に置きます。フライパンで焼く。まな板の上にラップを敷き、はい、固め、あっちゃー。あの最近話題のおにぎりを素手で作るやつやります。傷で足だらけぞ。あ、そうなの、あ、そうなの。はい、こういうことか。ちょっとでかい、こんぐらいか。はい、俵型4つできました。豚バラ肉を全体に巻きます。はい、キャシコンチ、キャシコンチ、キャシコンチドールス。よし、肉なんて
巻いてれば巻いてるだけいいからね。確かに。はい。あ、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。めっちゃいいやん、ジャイアン。よいしょ。待ったよ。ちょっと待ってね。マジでやばいじゃん。だって本来はもう出なきゃいけない時間だよね。はい。中火でしたフライパンにごま油を引き。つかない。あ、ついた。あ、よかった。ほいそう。ほいそう、ほいそう。豚バラ肉に火が通るまで8分ほど加熱します。8分 What's 8分じゃん、そんなの。これこそ本当の What's 8分でしょ。やばいって出る時間だって。巻き終わりね、こっちね。はい。ごま油引きすぎたな、これ絶対に。あっち、油を引きすぎると油を、ミスター、マジミスター。うわー、ミスター悪い。あっちって、おー、いいね、ナイス焼き具合。あー、めっちゃ跳ねる。待ってー。あー、この間にやることがあります。調味料、醤油と料理酒と砂糖。1、2、1、大さじ1。お、入れすぎたか。豚バラってそんな8分も焼かねえよな、絶対な。見ている、うん、あー、いい音だけど、いい音。あっちー、俺じゃなかったら今腕取れてたよ。俺だったからギリ鼻水出てるぐらいで済んでるけど。肉巻きおにぎりの完成です。はい、じゃあ詰めていきましょう。100%無理。ほらはい、これ量の方にしよう。バン、ハンベーグ、アンペンメンポテト、アンペンメンと、あ、アンペンメンとバイキンマンでしょ。グラタン、量はまあピンクだな。え、ちょうどいい。めちゃくちゃちょうどいい。めちゃくちゃいい。ベントゥーヤー、今日の花見勝ち揃ったんで、僕の花見セットが花見に向かってヨウ君と合流していきたいと思います。すごいね。すごいでしょ。女子やん。女子やん。お前、花見のピクニックと言ったら弁当やろ。いや、それはそう、それはそうよ。けど、ハイチの弁当か。女子の弁当は楽しみよ。何やねん、ハイチの弁当か。弁当やろ。飯はもうこれでね、十分って感じだね。十分ですよ、ハイチの弁当とケンタッキーで、はい。僕も5つ目と5つ目が結構同じというか、一緒のところで買っちゃったんで。あー、系統が一緒みたいなこと。まあこれもなんか、まあ花見に欠かせないっていうよりかは、花見にも欠かせないし、俺らにも欠かせないみたいな。2つね、あの同じ、あー、そうか、ところで買ってきました。はい、はい、こちらです。おい、お前マジで言ってんのお前。残すとこ最後の2アイテムなんですけど、やってきました。渋谷アラッジゴールドジュエリー。はい、っていうのもね、見たら分かると思うんですけど、今ピアスがないんですよ。ピアスなくしちゃってこの間なんで、ちょっとそのピアスを買いに行こうかなっていうのと、あとタイチもね、前回スノボの時にね、あいつのピアスなくしたんで、まあついでにタイチのも買っといてやるかってことでやってきました。まあ、最初多分ね、俺のやつ買ったって言った瞬間、おい、その後にあのお前のも買ってきたやつは、ふっふっふっ、まあその辺はどうぞ。ちょっと待ってくれ。お前待て。ごめん、まだか。紹介お願いします。はい、はいはい、僕が買ってきたのは、はい、ピアスです。なんでだよ。なんでだよ。ちょうどね、つい3日4日前にピアスをなくしちゃって、大地もこの間ピアスをなくしたっしょ。その時やっぱこう気分が上がるわけ。花見なんて楽しまなきゃいけないわけ、テンション上げてね。なのにピアスがないと 100% で楽しめない、これはまずいと思ってピアス買いに来ました。で、もう1つ買ってきました。ババン、アバランチでまた購入してきました。何、アバランチに花見で使えるやつだかあれか。はい、僕が買ってきたのはこちら。ババ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 バマジかよ、やばい、これは花見にマストだ、確実に。待ってくれ、これはやばい。
だろ、大事だろ。お前は天才か、お前は天才か。ピアスは大事。これね、ファンの人にもらったんだけど、ちょっとね、お預けということで完全に仕様で2つ買ってきたかと思ったわ。お前天才かよ。はい、ということでこれで揃いました、僕らの装備品が。ちょっと離れてくる。こういう風にね、やっぱちゃんといいピアスを身につけるとテンションが上がるんですよ。ああ、そうだな。これでもう花見の準備が万端になりました。万端です。じゃあ花見やりましょう。やりましょう。ヨホホーヨホホー。今日は花見をやりつつみんなに質問を募集したんだよね。そう、はい、新学期の思い出とか悩みのエピソードを募集したんで、インスタグラムの方で、はいはい、ぜひね、ヒゲダラマのインスタの方もフォローしてください。そうなんです。みんなの質問に答えていきながら花見していこうという感じでございます。まあ、とりあえずね、じゃあせっかくお酒あるし乾杯します。乾杯しよう。いきますか。危ない危ない。うー、3日ぶりぐらいの酒や。最高。いただきます。2024年初花見、乾杯。乾杯。いやいいね。うめえ。じゃあチキン食べる、それとも太一の弁当からいく。あー、じゃあ俺の弁当を見せるか。ほんじゃ、はい、僕の天才愛妻弁当オープン。2つもね、同じベベベベー。はい。ちょっと待って。あ、結構冷食だな。バレた。これ全部冷食だ。あ、バレた。まあでもなんか肉巻きおにぎり的な。そうです。おー、うまそうやん。はい、完全な肉巻きおにぎり。肉巻きおにぎり。肉巻きおにぎりは、うん、天才的やん。あ、うまそう、うまそう。何よりもこれよね。あ、グラタンね。このグラタン、うん、子供の頃入ってたらバリテンション上がったやつ。占い付きです。確かに占い付きなの。占い付きです。占い付きなのこれって。そしてここでピンポンピンポンピンポン、秘宝です。秘宝なの。朗報とかじゃなくて。2人とも箸を買ってきておりません。え、持ってきてないの。うん、本当に。うん。どうやってくんこれ。亮が箸を持ってくるとかけていた。What's happening じゃん、そんなの。マジかよ、俺ケンタッキーやから箸なんかないぞ。まあまあ、手で食うのもいいでしょう。じゃあ食います。食おうか。じゃあ手を押して。いただきます。いただきます。チャリンチャリン、ライクライフ、ライクウォーク、デックライフ。じゃあ食べよう。食べようや、食べようや。食べよう、食べよう。まあ、とりあえずじゃあこのアンパンマンから行こうかな。あ、マジで。アンパンマン、肉巻きから行く。俺は肉巻きから行こうかな。じゃあ肉巻きから行くか。あの、ちなみに味見はしておりません。そうなの。はい、味見時間がなかったんで。なるほど。マジ急いだ。あ、でもすげえいい匂いするよ。あ、ほんまやほんまやほんまや。いいやんいいやんいいやん。なんか幼虫みたいやな。ね、なんかちょっと卑猥やな。これエロ。なんかちょっと卑猥やな。これエロ。これちょっと卑猥やな。これ完全にこれ卑猥です。卑猥、ね、卑猥おにぎり。いただきます。うん、どう。あ、うまいんだけど、うん、ポケの味がする。まあ普通にうまい。うん、ちょっと焼きすぎた。俺確かに肉巻きおにぎり弁当で食ったことないもん。マジで。正直5個マジ迷った。5個もなくない。いや別にあった。あった。うん、あ、マジで。ピアスじゃなかった。普通に俺ソフトドリンク。昨日は梅練りって言ってた。なんでだよ。それお菓子1個かい。あ、そうそう、お菓子。でもケンタッキーもありますからね。そうやそうやそうや。いやキャス。あ、痛い。てか手洗うおしぼりみたいなのもないよね。僕の5つ目、はい、ティッシュ。おお。でもこれは完全に鼻垂れ小僧用です。今日花粉がやばすぎて。やばい。ちょっともう俺はこれを1個に入れた。でも鼻は垂れてないんだね。うん、鼻は大丈夫。目がやばい。じゃああんま意味ないか。僕用ですこれ完全に。やっぱりウェットティッシュだったら一番良かったけど。じゃあぼちぼちコメントいきますか。はい、そうだ。これね、俺らには分かんないわ。え、どういうことだ。最近のこの新学期の悩みみたいなこと。そう。じゃあまず一発目ね。はい、うん、自己紹介で好きなサイズのメニューを AA01 ですって言ったら大滑りした。意味わかる。それは滑るっしょ。ああ、厳しいね。大地わかる。なんでかメニューの注文の仕方が変わったの。ああ、わかるよわかるよ。あ、それはわかる。俺らまだサイズ全然いくからね。うん、それはわかるよ。でも俺らの高校生の時は違ったね。いやでもそうか。でもあるよな、あるあるだよな。しょっぱなになんかギャグをかまして滑っちゃうみたいなの。しょっぱなギャグかますタイプだった。うん、ああ
なんだっけな、歓迎会みたいなやつか、うん、2年生3年生もいるやつ、うん、登壇して、うん、一人一人なんか入りたい部活と、うん、なんか一個一言みたいなのを言うの、はいはいはい、全クラス一人一人と、うん、そういう会があって、そこでなんかやった気がするんだよな俺、うんうん、なんか芸人さんの一発ギャグみたいなのをそこでやって、で俺はシーンってなった覚えがある。あそこでギャグかわすのむずいよな。むずすぎ。俺だってギャグとか言えなかったもん。別に今日から俺がキングだからみんなよろしくって言ったの。言った。お前その方がやばいってマジ痛いやつ入ってきたってなるやん。でも俺は高校入学の時、うちの高校さ、髪、うん、色自由だから、うん、校則が緩いから、うん、金髪のもうロン毛、もう平成ジャニーズ系の髪で、もうそんなやついないわけよ、うん、他には。でそのなりでちょっとしたギャグかましてみたいなやつだったから、もうあいつはやばいみたいな、ちょっと本当に頭おかしいやつだみたいに思われてたらしい。じゃあ究極にチャラいやつみたいな。そう、本当にチャラいやつみたいな。なるほどね。まあでも確かに自己紹介むずいわ。まあさすがに俺は今日は今日からキングだからよろしくは言ってない。あ、さすがにな。さすがに。よかったよ、よかったよ、うん、それだったら絶好してたもん。別に俺なんか何もボケずにだった。大抵の人はそうよ。ああ、てかそれでいいんだよ、うんうん、だんだんと馴染んでって、うん、友達になって楽しんできゃいいんだから。だからいいんだよ別に、無理しなくたって。かましたいって思っちゃうんだろうな、うん、そういうボケ担当の人とか。じゃあ占いいきます。はい、私。おーおーおー、確かにブラタン占いいいね。固まっちゃってんの。うん、星4つ。お、リップクリームがラッキーアイテムよ。おお、そんだけ。はい、僕星5つ。お、好きな人からすごいねって褒められる予感。マジで。マジで。何やねんこの占い。よっしゃー、お前適当すぎるやろこいつ。すごいねって言われるの。嬉しい。じゃあ次の質問いきます、はい、入学式が爆破予告でなくなった。マジ。そんなっていんの。かわいそすぎ。かわいそすぎ。まあでも言うて別に入学式はそんな人じゃないもんな、うん、まあまあまあ。でもそれいいね、なんかさ、そっちの方がおもろいな。社会人になったりしてさ、高校の時の話とかだったら、うん、爆破予告で入学式ありませんでしたとか言ったら一個の話題になるもんな。なあ、入学式は別になくてよくない。卒業式は爆破でなかったらちょっとかわいそうやん。それかわいそう、うん、最後なのに、入学式はおもろい。入学式はおもろいな、逆に美味しいわ、俺らの代の大学生の卒業式はコロナでできなかった。そう、卒業式からコロナ。卒業式の3月がコロナ。そっかそっか、そうなの。2月ぐらいから来始めてな。そうなんですよ。それかわいそうやな、マジで。かわいそう。でもやっぱ一番嫌なのは修学旅行で なくなったことよね。うわ、高校生あの時期の何個しただろうね。ね、修学旅行かわいそう。4つ5つしたぐらいの代か。卒業式もかわいそうだけど修学旅行もかわいそうやな。修学旅行がマジでかわいそう。だって、そうそう、下手したらさ、どっちもない人もいたよね。修学旅行と、で、次の年卒業式。いや、絶対そうよ。ないもあるやん。これ辛いね。辛いよ。今じゃ考えられないね。だって文化祭もないとかさ、甲子園もないとかあったから。そうだわ、あの時期は。そうだわ。うわ、でその時代の学生はマジかわいそうだな。思い出がだって人より少ないわけじゃん。そう、まあ、それはそれで作れたっていう人もいるかもしれないけどね、うん。はい、じゃあ行きますか。はい、週3の頃に初恋の彼女と学校の校門の前でキスをした。かっこ友人に広められて黒歴史。ああ、そういうことね。全然黒歴史じゃない。全然黒歴史じゃないじゃん。いいじゃん。でも校門の前でするのはなかなか勇気いるね。そうそうそう、なんか外れたところとかじゃなく、校門の前って大丈夫。ああ違うって、違うって。じゃあだとしたらもう一人いるよ。もう一人校門を見せてるやつがいてチューしてるから。そういうことじゃない。校門の前、そういうことじゃないから。あ、違う違う、うん、学校の門ね、そっちか、そっちかってなるかな。普通はそこまで説明しないといけないかな。そっちだ、普通はそっちだ。普通はそっちだ、普通はそっちだ、うん、もしかしたらでもそっちが正解の可能性もある。ノーとは言えない、うん、そしたら黒歴史だな、確かに。でもさっきさ、もう一人いるとは言ってたけどさ、うん、もう一人いなくてもこうやってさ、例えば、うん、例えばよっちゃう。例えば酔っちゃう、うん、こうやってこうやったら肛門の前で、はい、でもどっちかというと肛門の前でここだから。あ、じゃあ、ちんちんの。だとしたら、こう。いやいやいや。もういいです、もういいです。バカ野郎が、お前。そんなわけがなかろうや。でも、だとしたら黒歴史です。まあ、それに比べたら全然ね、優しい。優しい。優しいよな。優しい、優しい。そっちの肛門なの。優しい、優しい。じゃあ、一回ちょっとふざけたんで、真剣なお悩み相談。はい。受験を
逆に失敗してしまった人もこの時期多いわけですよ。あ、そうかそうか。受験失敗して、うん、まあ、いわゆるエフラン大学って呼ばれるところに通うところになっちゃって、はい、今無気力で頑張れる気がしないと、そんな方からどうしたらいいですかっていう。あのね、正直ね、大学関係ないよな、うん、その後の人生に。マジで関係ないよな、まあ、もしかしたら企業によっては気にする企業があるかもしれないけど、言うたら別にね、ゴーマも行くもそんないい大学出てるわけじゃないでしょ。あ、行くみなんだっけ、どこだっけ。エフランだよ。そうでしょ。だから別になんかめちゃくちゃ優秀なさ成績を残してきたんだよ。関係ない、うん、その先自分がどうするかですから。完全にそんな無気力になる必要はないよね。優秀な人で G マーチとか総計でもない人とか全然いるし。いや全然出会ってきた。だからエフランに行ったからこそ自分よりいい大学行ったやつよりいいポジション取ろうというか、稼ごうっていうモチベーションでやればいいんじゃん、はいはいはい、だってもうそこで人生終わりじゃないわけじゃん、うん、まだ始まってないじゃん。全然ね、これから就職なわけだから。全然それで無気力になって下手な人生送るぐらいだったらもう振り切っちゃって負けん気で頑張った方がいいと思う、うん、そうよ。全然関係ないから頑張れ。こっからだから、こっからというかその瞬間からだから、うん、人生は頑張れ。てかもう俺結構お腹いっぱいだわ。なあ、俺の愛妻弁当全部食った。食ったよ。おい、すごいな。うまかったぜ。毎年女子からの第一印象最悪。どんなことしたらそうなる。自分から最悪って言われるってこと。それは同性に嫌われるんだって。あー、でもいるよね、女の子に絶対好かれない女の子って。うん、いやね。でも量そっちじゃない、同性に好かれないじゃん。そう、俺結構好かれるよ。でもあいつ生きてんなみたいなことでしょ。てか俺がまず基本的に俺が同性好きじゃないから。あの周りが俺のことを嫌いってるか俺が嫌い。はいはいはい。そう、はい、この気付けよ、うん、この世界は量中心に回ってるから。喋ったら全然違うから、喋るまではそういう風に見られるけど、はい、実は別に嫌いじゃないよ同性のこと。俺でも同性に嫌われやすいんかな。やっぱ関わらないやつにはじゃない。なんだかんだそのこういう性格だから別に自分からそんなに友達も作り行こうとは思わないし、はい、多分周りあんま寄せ付けないタイプだから、まあ一人でいたいわけじゃないの。そうね、そうそう、友達とはいたいよ。結局高校生の時とかそう友達とかといたんやけど、結局それ俺妥協の友達だったの。妥協の友達。妥協の友達。そんなに気が合うとかでもないし、あ、なるほどね、こいつらと話してたら面白いとかでもない。なんなら別にそんな合わないやつとかもいるんだけど、そこに自分がいないとそれ以外がコミュニティがなくなるから、それはつまんないから一応そこにいたみたいな。本心で友達になれなかったから、まあその時はその時でいいんじゃん。本心で友達になりたいっていう友達がいなかったら、まあある程度若干楽しめるぐらいの友達だけ作って大人になったらいい友達ができるよ、うん、こいつみたいな、うん、やっぱ高校つまんなかったでしょお前。俺の人生で妥協の友達なんて言葉聞いたことないもん。まあ今考えるとね、当時は友達だと思ってたけど、うん、今考えるとあれ妥協の友達だなって言って、あれはまあでも言い方はあれだけど、関わらなくなる友達も いるからね。そう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 、高校、あ、まあね、でしょ、はい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 、いるじゃんやっぱ高校の時仲良かったけど、うん、もう関わんないですよね。だから俺らの概念ではそうだけど、まあ亮くんのその翻訳機を通すとそういうことになる。亮の翻訳機を通すとそういうこと。そうかそうか。なるほどね。いや世間いっぱいてか人間の人間界の言葉で言うと中高は仲良かったけど、それ以降は連絡取らないってことだ。トランスレートされると。うん、妥協の友達だったね。はいはいはい、オッケーオッケー。でもそこのあの2人が言ってるの分かるよ、うん、それと違う、また妥協の友達。あれあれあれ違う違う違う、それと違う、あのずっと違和感を感じながら友達だったの。あー、そもそもそう、そもそもまずその気が本気で合うとかじゃないの。あ、もちろん合うやつもいたよ。クラスが結局さ長い時間過ごすわけ、その中のこう同じ6人メンバーみたいないたんだけど、その中で今でもちょっと会いたいなと思うのは一人だけ。そいつからたまに1年に1回お前ほんとかっこいいなってくる。だから好き。あっちが気使ってる。え、じゃあバミトントンやる。あ、そうだね、もう暗くなっちゃうし、ね、そうよそうよ。一旦こいつらはごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヨホホーヨホホーやりましょうや。やりますか。頼む、ふわっとだけね。ふわっとだけ。そりゃそうだろお前。でも続ける感じでやればいいの。そうしよう、そうしよう。俺に勝ったらこのピアスの4万ちょいぐらい出しますよ。おー、マジで。その代わり俺に負けたら俺のこのピアス出す。ハンデとしてそれ男気じゃないの。俺テニス経験者でバミトントン得意だからおごってやるよ、俺に勝ったらっていうスタンスじゃないの。はい、じゃあ俺はなしで、俺はなしで。おお、じゃあオッケー。俺が勝ったらこれ買ってくれるね。うん、じゃあ3点選手ね。オーライ。俺からでいい。
よし、俺様のこのピアス貴様におごらせてやろうじゃねえか。かかってこい。中指投法一本目、ほっ、情けねえ今の。優しいね意外と。おお、なんかすごいすごいな、おじさん。飛ばされたやろ。綺麗だね。行くぜ。行くぜ。ごめん。はい。もうこれは概要に2にしよう。もう今のは我慢ならん。今のは認める。認めるって何？今のは認める。うん、ミスだろ普通。お願いします。具体統治。具体統治。具体統治。よかろう。プライベートなんて持ってたら変顔なんかできないからね。お前、今言ったやん。俺3点だよ。お前、俺に追いつけた。行くぜ。さんですね。44ですよ。もうあのデュースとかそういうのなし。もう1点取ったら決まりますよ。中指と。なんでさっきからそれ。ダホやしな。方法で。やるやんお前。あっけねえ。自腹です。よし、ということで今回の動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、切り抜き無断転載、よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それじゃあバイ。どうした少年？YouTube やってますよね。やってる。チャンネル登録します。あ、本当？ありがとう。かわいいな。サッカーか。はい。そこでやってたの？はい。おお、頑張ってな。最初の一勝で負けました。あ、今日何大会だったの？はい。あ、そうか。負けちゃったんか。うん、原因は今日試合に負けた原因は？あ、そこ聞く。そこ聞く？相手が強かった。あ、そうか、そうか。それじゃあ、それよりも強くなるしかないな。はい。一回練習だ。はい。頑張れよ。はい。堂々と話しかける勇気だけが認めてやる。冷静なやつが一人いた。冷静。量みたいなやつが一人いた。マジなやつが一人いた。